この辺の量とここの量をなんかリンクさせたくて、ここだけを取りました。削ぎ用の前に、はい、そしたら全体の重さがバランス良くなるんで、ね、はい、はい、そうですね、ありがとうございます。ハイチューブTV。帰りのお時間がございまして、モデルさんのそれがあるので、カット込み、あ、カラーもあるのか、カットカラー矯正だと多分一般的な美容室だと5時間コースぐらいだと思うんですけど、5時間半とかかかると思うんですよね、カットカラー矯正。カットは、カットでもねちょっと切るぐらいなんで、カットをちょっと省いて、2時間、目標2時間で、今から2時間で、カットはポイントカット、毛先揃えるぐらいかな、あとはカラー、矯正、これを2時間でできるかなと、やります。はい、で、カラーと矯正と、あとカットは、ちょっと揃えるじゃないや、全体のバランスを整えるぐらいにしました。で、ちょっと今表面ブリーチがここからしてるんで、そのブリーチものところがどうしても、毛がなじみづらいというか、すいた毛もありますけど、こうパサパサしてしまう毛があるんで、それをダイバルタンでちょっと取っていきたいと思います。なんか少しこのやってみたら中間の重さが気になったんですよね、はいはいはい、で髪の毛のこの辺の重さがちょっと気になっちゃったんで、うん、ちょっとそこだけ削ぎました若干。あ、ありがとうございます。なんかそうしないとここがなんかボサーってなっちゃって、うん、そうなんですよ、やっぱこのブリーチのところがねボサーってなって結構バサバサってなっちゃう感じになっちゃうから、うん、シュッてしたいなと思って、はい、今のこの感じからするとここがもうちょっとこうじゃなくて、ここはこう入るようにしたいなと思ったんで、ちょっとここの重さを取りました、はい、なんで多分ここがこう入ると思います、はい、ちょっと前髪は自然につなげたぐらいですね、うん、すごい綺麗。そうですね、でこんな感じに、すごい、はい、す
ツヤツヤですか。ツヤツヤです。大丈夫ですか。はい、このまま伸ばしてもいけますし。わーすごい。大丈夫そうですかね。バッチリです。ありがとうございます。すごい軽くなりましたね、髪の毛が。ちょっとね、そうですね、はい、毛先の重さは取ってないんですけど、うん、中間の重さを取ったんで、はい、やっぱここが大きくなって毛先が細い感じだったんで、根元この辺の量とここの量をなんかリンクさせたくて、ここだけを取りました、ね、毛先が長いの、はい、そしたら全体の重さがバランス良くなるんで、ね、はい、はい、そうですね、ありがとうございます。はい、今日の撮影終わりました。で、毛量の方をすいたんですけど、やはり中間がちょっと毛先の重さはもう取れない状態ではあったんですが、中間の重さがちょっと気になったんでテイクセニングを使いました。で、テイクセニングでやることによってここがシュッとこう入って、毛先の量と中間の量のバランスが整ったんですね。はい、で、前髪はちょっと 何気なくこう流れるように、しました。で、前髪短くこう伸ばしてる途中で、ラインが出てたんで、そのラインを T2 セニングで取って、やりました。で、色は、シンプルに根元の方は、スローのピンクのグレーで、の8、毛先はスローのピンクの10ですね。それで、シンプルにやりました。で、大体2時間ちょっとぐらいで終わりました。はい。ということで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、皆さんまた見てくださいね。じゃあねー。